中里貝塚。中里貝塚は東京都北区上中里にある貝塚。国の史跡に指定されている。縄文時代の水産加工場と大々的に報道された。隣接する用地に中里遺跡がある。中里貝塚は JR 上中里駅の東方に1トル以上伸びる縄文時代の貝塚である。中里貝塚は 東京都北区の飛鳥山の台地のもとに細長く、突き出た、かつてのサスの上に形成され、武蔵野台地を、下から上を見上げるような定地にある。現在は、公園整備が行われ、周辺は、市街地で公園に表示板があるのみである。縄文時代中期から、後期の大規模な開花工場であったと考えられている。江戸時代から、貝殻が大量に出土する。 柿柄山として知られ、その広がりは南北 1km ほどの規模になるものと推定される。1886年、明治19年に白井光太郎によって中里村助塚として初めて当時の学会に報告された。日本で最初に発掘された大森海塚発掘から9年後のことである。和島誠一によって1958年、 昭和33年調査が行われ、海藻の中から少ない量ではあるが、縄文時代中期の土器片が出土した。このことから、やっと縄文時代の海塚であることが分かった。1996年、平成8年には、旧国鉄跡地の公園整備に関わり発掘調査がなされた。1999年、平成11年にもマンション建設に先立つ調査が、 1996年の調査地点の西120メートルのところで行われ、貝塚は奥東京湾西部の海岸線に沿っていることが明らかになり、村の一角にできた貝塚ではなく、集落から離れた浜にできた貝塚であり、周辺に居住する人々が協業して貝の加工を行っていた見られている。 その規模は幅約40メートル、長さ1キロメートルにも及ぶという巨大な貝塚である。カキ、マガキやハマグリが大半を占め、春先のカキと初夏のハマグリが交互に海層を形成し、高さ約4.5メートルにも及んで堆積している。以降では、貝を加工したと考えられているサラジョーク墓地が発見されている。砂の層を30センチメートルほどたらいのように掘り込み、 底部に粘土を塗布式の皮や枝を敷き、周囲を枝で覆ったもので、底部からは貝殻や小歴、単角先が検出されており、穴で貝を茹でたと考えられている。焼け石で肉や魚を蒸し焼きにした厚め石土壕と呼ばれる施設によく似ている。この施設は大きな牡蠣の殻を開けるのに使ったと推測されている。また、 海中でカキをつけるために建てたと思われる、クイレツや、焚き火跡なども検出されている。通常の貝塚は、生活異物が出土するが、中里貝塚には見られず、また、カキとハマグリしか見られず、その貝殻の大きさは大きなもので12センチ余りも、あり、カキも10センチ以上の大型のものばかりであり、集落から離れない陸部へ星貝を供給する、加工場に特化していたと考えられている。 海藻の一番下から、自然のままの大和しじみの海藻が出てきた。このことから、中里海塚は浜に立地していたことが分かった。浜海塚である。川原家では、海の海藻から中期中頃、上位の海藻から中期後半、最上位海藻から後期初頭の土器片が石器と共にわずかに、出土しただけで、魚の骨や重骨は見つかっていない。中里海塚は、 集落から離れた浜辺において、その周辺に暮らした人々が協業して開加工を行った結果残された巨大な海塚であり、縄文時代にあって、自給自足的な範囲を超えて、内陸の他の集落へ供することを目的とした海の加工処理があったことを、各種の遺構、遺物によって具体的に伝える重要な遺跡である。また、もし賭けを養殖していたとすれば、 これまで古代ローマに始まったとされていた柿養殖の歴史が大幅に遡ることとなる。このような調査成果を踏まえ、2000年、平成12年9月6日、国の史跡に指定された。なお、北区王子、飛鳥山公園内の北区飛鳥山博物館では、関連展示が行われている。中里遺跡は、東京都北区上中里にある、縄文時代から、 近世以降にかけての遺跡である。鉄道敷地内にあり、上中里駅から田畑駅にかけて約 1.1km に及ぶ。多数の土器、丸木船、土器片おもりなどが出土している。隣接する用地に中里海塚がある。東北新幹線建設予定地となった上、中里駅東方の国鉄用地は、それまで遺跡は確認されていなかったが、 中里村貝塚の土地を斜めに通るため地下に遺跡が眠っている可能性があった。1982年1月、東京都教育委員会は国鉄東京第一工事局に新幹線建設用地内の文化財調査について協議を申し入れた。1982年4月から私屈調査が行われ、上中里駅から田畑駅方向に 1> 約 1.1km の範囲にわたって遺跡及び植物遺体が確認された。1983年4月に東北新幹線中里遺跡調査会が発足し、1984年10月までの2年間発掘調査が行われた。発掘は急ピッチに進められ、終了した地区から新幹線建設が行われていった。中里遺跡から出土した遺物は、 北区は須山博物館に保管、展示されている。中里遺跡のあった場所は現在、東北、上越新幹線高架と新東京新幹線、車両センターになっている。約6000年前の縄文海新の、海水準最高期、赤羽上の管理は侵入した海によって、海色崖が,が形成されていた。中里遺跡のある、崖線直下からは、標高3メートルの位置に、 この時期の破食台が見つかっており、海食外科には侵食による満設も認められる。海よりでは有楽町層の灰色粘土層が堆積し、ここに約100メートルにわたって厚さ約30センチメートルのハマグリと活気をしたいと、する海層が形成された。その後海岸線が交代して、中里は三角州を伴う湿地となり、多量の流木を含む米炭層を堆積させた。 破竹台の上に堆積した、砂礫層、砂層、粘土層、泥炭層からは、縄文時代早期中央から後期中央までの様々な土器が出土している。最も多く出土したのは、縄文時代中期中央から末にかけてで、この時期の収積以降も出ている。土器片おもり、網のおもりとして、再利用した土器片や、後日の丸木船も出土しており、 ここが縄文人の漁労活動の場であったことを示している。この地域は陸化していき、古墳時代以降は完全な陸地になって、人々の活動の痕跡が見つかるようになる。中里遺跡から出土した古代の遺構、遺物は、豊島群賀であるとされる背後の大地上の5点前、遺跡との関連が中世の遺構、遺物は、 第一上の平塚城市を本拠地の一つとした、豊島市との関連が指摘されいる。1984年、東北新幹線、大宮上野駅間の準備工事中に、中里遺跡からほぼ完全な丸木船が発見された。船は、無垢の木をくり抜いた、全長5.79メートル、最大幅0.72メートル、最大内深0.42メートルのもので、厚さは、 船べりで 2cm、船底で 5cm と薄い。表面の各所に焦げた跡があることから、火を使って焦がしながら、石器で削ったと考えられている。周囲に出土した土器の年代分析から約4700年前のものとされる。発掘の際には表面にインサルパックを吹き付け、角材と枠組みを当てて、クレーンで持ち上げて取り上げられた。 東京都内で出土した唯一の縄文時代の丸木船であることなどから2004年3月に東京都指定有形文化財に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。